こんばんは。うわあくびとともにこんばんは。あーこんばんは。やっほー、ゲシカガダーン。こんばんはに、こんばんはに。サビいじられちゃけおもろかった、マジでそれ過去一いじられたわ、最高、おもろすぎ。さっきあやなんちゃんのショールームにもなんか楽屋でやってたから、そこにお邪魔して、はいそう喋ってたけど、ウケる、マジで罰ゲームお疲れ様でした。え、秒速だったね、マジで。なんだっけ、250袋とかキャパプラスアルファやんなきゃいけなくて、250だか260だか袋詰めするの20分で終わらせた。強くない？うちら秒速で終わらせました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。すごい、なんかアドバルーン飛びまくったニックさん、ありがとうございます。アドバルーンタワーありがとう。昨日寝落ちしちゃったけど握手ありがとう。だってこちらこそ、してアドバルーンタワーがすごかった、ありがとうございます。こんばんは。そう、1時間半とか言われてたんだけど、1時間、袋詰めに1時間、ゴーグル磨くのでまあプラスちょっとかかっちゃうかもしれないですみたいな、罰ゲームトータルで1時間半とかかかっちゃうかもしれないですって言われたのを全員で分担してやって、はい、20分で終わらせました。たけちゃんお疲れ様です、ありがとうございます。配信で見てて周りのヤジが面白かったで、ね、本当にそう。でも試合中であんま全て聞こえるわけじゃないのよ、割となんか視覚の方に意識がいってて、そう、あんまり聞こえないものなんだけど、それでも聞こえてくるチーム10年桜先輩たちの声、そう、奈々さんとか真帆の声も聞こえたんだけど、先輩の声のが通ってきた。牛男さんありがとうございます。ナックさんありがとうございます、嬉しい。今日会場に来てくれた突破隊も多くて、みんな見つけられた、ありがとうございます。こんばんは。最初の説明を聞いてたらショールーム間に合うんかと思ってたけど、全然大丈夫だった、本当にそう。失点を少なく防いだのは良かった。え、そうなの、なんか全然できないまま終わっちゃったように見えるけど、なんか前回出たのいつだか分かんない、忘れちゃったけど、そう、3ヶ月前とかに、多分3、4ヶ月前とかに出てて、そう、その時より失点は少なかったし、その前に出たのも半年前とか1年前とかになっちゃうんですけど、はい、それでもなんかその頃より失点は防いでます。おつ最高列だったけど楽しかった、ありがとうね。ちゃんと発見できてよかった、ボール集めとかでね、竹内はいっぱい見えてありがとうございます。 MC 席の横だったから最終戦は超絶うるさかった、だってやばすぎ、おもろすぎでしょ。こんばんは、こんばんはです。そう、明日はロドスのみんなが詰めたボールをファンの方が使うわけだから、大事に袋を開けてほしいし、ビリとかやらないでほしいし、ちゃんとスーパーボールをありがたい気持ちで開けてほしいと思います。波動お疲れ様、ゆいりさんとのツーショット待ってたって載せてくれてありがとう。こちらこそ、そう、なんかあれはね、始まる前に撮った、そうなの、そうなの。
やマジで集中攻撃だったよな。でもあれだけなんだっけ、スキルじゃなくて、最近さつむつむやってるからスキルって言っちゃうんだよね。なんだっけあれ、パワーのやつ、エナジーで溜まるやつ、そうあれのなんかやつ、スキルがそうお代理さんめちゃめちゃもうほぼマックスみたいになってる中で、そう私いつもだったら絶対4点ぐらい、1人で4点以上失点してたところ、あれで防げたのは自分なりにはよくやった方なのよマジで正面と斜めから狙われたら逃げ場がないです。明日大事に袋開けさせていただきます。だってお、ありがとうございます。いた、ここで見てる人明日の波動行くのかなってコメントの真上にいた。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。日刊現代もアピールできてよかった。日刊現代持ってきてくれてるファンの方が発見しまして、さすが突破隊。他のチームにスーパーボールを狙われる前に日刊現代を読むというやり方。お代理さん、そう5543とかそんなレベルのパラメーターでした。えぐすぎ、怖すぎ。パラメーター見るだけで恐怖。でもそれで言うとひななさんとまほちの試合のなんだっけ、あの S クラススキルじゃない、また言っちゃった、 S クラスのやつ、なんか4枚抜きしたら10点ですみたいな、そう激コアのあのスキルを相手が持ってる中10点を取られないっていうのがすごくて、いや本当にある意味実力というか能力はめっちゃあるチームだったと思う。そうロドスチームね、なかなかなんか毎回ボール集めとかに苦戦してるイメージがあったけど、毎試合毎試合ドラフトのみんな頑張ったよ。うん、お疲れ様。真帆と先輩方の愛という名の圧がすごかったってコメントあってめっちゃ笑ったね、本当に面白すぎた。あのあと袋詰めしてる間にもめっちゃ言われた。袋詰めしてる間に、そう袋詰めだよ、もう罰ゲームやってる間にチャケシールド貼ってってめっちゃ言われて、無理無理。本当に煽ってますよねって言って。みんな完全に私は煽ってますよねって言って。おもろすぎ。スノーさん800回目の方もありがとうございます。たくさん来てくれてありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。あやなんちゃんめちゃ嬉しそうでした。そりゃそうだよね、だって急遽来てさ、旅行を家族分ゲットして帰れたんだもん。確かにそう思ったら私に避けてもらわないと困るよね。それはそう、だって無理やりなんかオフを楽しんでたのに急な電話によって現場に連れ出されて急いで支度させられて出ることになってしまった。がしかしあともうちょっとでそうやってそう家族の時間を使って出てきた自分に家族旅行が舞い込んでくるかもしれないとなったら全力で私の応援をするはず。そうチャケが逃げてくれないと私が来た意味がないって絶対なるもん。私があやなんちゃん立場だったら同じことをやると思います。おもろい。本当にすごいよな、でも家族旅行を持って帰るの強い。
え、でも私あと1点だか、あ、1点か2点とかの差だったよね。危な、危ねえ危ねえあぶねえ、あぶねえ。鬼着信ガン無視してたみたい。いや無視するって絶対私でも嫌な予感するもん、そんなの絶対やばいと思うもん。ボール詰めの動画が上がってる。そう、ツイッターに、ツイッターX に上がってて、私もリツイートじゃない、あれなんて言うんだ、引用ツイートじゃない、引用ポストなんだっけ、忘れちゃったな、引用ポストじゃない、なんだわかんないけど、なんかリンじゃない、リポストしたんだけど、そう動画上がってます。とんでもない効率の良さで、はい、やりました。その間にひななさんがゴーグルを綺麗にやってくれて、私が袋を開けて、エリーちゃんがボールを中に入れて、マホがチャックを閉めるっていう、はい、もうちゃんと役割分担してます。ライン作業です、ちゃんとあー疲れたやばすぎ今日、すっごいさ、なんかね眠くて、一生眠くて、その始まる前に、あのね5時30分まで寝てたの楽屋で、やばいよね本当になんかね、4時半にメイク終わってて、髪の毛も終わって顔も終わってて、4時半から5時半まで椅子に寄っかかって、そう寝てたんだけど、はって起きたら、あれ30分後から波動だってなってやばすぎでした。そう会場時間過ぎてるやん、そうなんだ、そうで、それで寝起きで波動の会場に着いて最悪裏話みたいになってるけど、そうやったんだけど、はい、楽しかったです。シールドのレベル5クリアできてよかった、本当にありがとう。なんか最初の頃なんて、そうなかなかこううまくエナジーが集まんなかったり大変だった記憶があるけど、今日シールド5になったし、なんだっけ、スピードじゃなくて段数上がったりとかね、ありがとうございました、いっぱい協力してくれて。寝起きで引退試合やばすぎゆずこいと仕事はいつ解禁するの？してるよ、してます、今日発売です。日刊現代さん競輪場行ってきました。ヨドシチーム練習してくださいだって、え、そう言われちゃったよね、寝てた練習時間早く、なんか入り時間早くして練習時間を取るんだけど、入り時間1時間遅くしてギリギリまで家でも寝てた、ごめんなさい。934日連続配信ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そうちょっとなんか昨日からね、いろいろあって、変な時間に寝て起きて、変な時間に移動して、朝ごはん食べて寝て、そう起きて楽屋で寝てっていう
ちょっとわけわかんない一日を過ごしたので、今日は爆睡しようと思います。ちゃんと寝ます。謎仕事、仕事じゃないんだけど、ちょっと訳あって実家からこっち戻ってくるのに、ちょっと父上と一緒に家出たんだけど、3時半に家出てそう、夜の、それでね、3時半に家を出たから、ちょっと訳わかんないタイミングでそう、そっからこっち戻ってきて、朝ごはん食べてから寝たから、ちょっと今ね海外にいる気分、時差ちょっと今時差がある生活してるちょっと時差ある、今海外にいます。私はゴンタさん500回目の訪問だって、ありがとうございます。500回、ありがとう。体調はね大丈夫、なんか雨が降ってなければ、低気圧が来なければ私は元気です。あとひななさんから今日キラキラもらった、かわいい。ドドスみんなお揃いだったの今日、紫がチームカラーだから、そう紫のキラキラとかパールとかシルバーのキラキラとかつけて、みんなでお揃いしました。なんか公園とかであんまこういう派手なの、重力とかさやってもさ、あれじゃん、なんか衣装によってイメージ全然違うからやらなかったり、あとはなんだろう、木体とかもあんまりこういう大きいの貼るような感じでもないし、そうこういうのができるフリーなイベントってなかなかないから、今日はみんなと一緒にやってみたら文化祭みたいになった本当になんかあれだな、文化祭に戻った気分あ、嬉しい。ギョルミョンジャチャさん、クマ10個ありがとう。孫さん、クマ10個ありがとう。熱に、握手会に、波動にありがとう。嬉しい。クマプリも9位、ありがとうございます。クマプリ、待って、すごい !187,166 ポイントだって、すごい10周年18万ポイント超えてた。わーお、ありがとうございます。声やばいありがとう。イエーイ。4人で並んでるとチャケちゃんちいかわだったやばすぎ。え、それな、なんか今日のチームメイトみんなみんな背高かったんだけど、私155センチで多分3人とも160オーバーの人たちに囲まれていましたちいかわだった、おもろいな。おもろそうなの、みんなチームロードス、みんな平和、平和っていうかなんだみんな仲良しだから、そう結果はね、結果的には悔しかったけど、まあでもゲームとして楽しかったから OK でーすニックさんやばすぎ、クマいっぱい、すごい、ありがとう、いっぱい、ありがとう、すごい。野良猫さんもアドバルーンありがとう。え、いっぱい。小次郎さん、UT データさんもいっぱい。ありがとう。虫男さん、やば、いっぱい。アドバルーンありがとう。すご、いっぱい。え、やば、タワー分ありがとう。やばすぎ、ありがとう。え、やばすぎ、ありがとう、虫男さん。ナックさんもありがとう。すご。最高の動画撮れたよ、ありがとう。あ、本当によかった。イエーイ。ちゃんと
見つけて目線をくれたはず。ナックさんありがとう。グムリュッコすごかった。今いっぱいいっぱい10周年だった。ありがとうございます。バルーンかわいいね。いっぱい詰めたスーパーボールぐらいクマが待ってる。あれさ、ちっちゃいの5個と大きいの1個入れるの結構大変そうだった。私はもう袋を黙々と袋を開けてこうカパッてやってエリーちゃんに家に渡してただけだけど、あれ51で取って入れるの大変だろうなと思っていました。でもなんかずっとビニールの袋触ってるとさ、なんか手がビニールみたいになってきちゃってさ、そうそう、どんどん手がビニールみたいになってきて指紋なくなりそうでした。目線くれてたと思う。まだ写真見れてない人より、え、絶対見たから絶対見たから、タイミングが合ってれば絶対目線いってます。ああいうイベント観覧しに行くとカメラ欲しくなる。確かに、なんかすごいレンズ持ってる人とかも いたなね。仕事終わった、間に合ったのと疲れやばすぎ、お疲れ。横でゴーグルを磨いてるひななさんがシュールだった。そう、なんかね、ひななさんその前にちょっと一回楽屋戻っちゃってて、もう先にどんどん早く帰りたいから始めるかって言って、エリーちゃんと真帆と私で、そう3人で進めてて、後から来てくれて、そうじゃあちょっとゴーグルやってないっぽいからやるねって言ってくれて、ゴーグルは全部ひななさんがやってくれた。優しい。目線もらえた時ほどわーってなってピント甘くなりがち。カメ子あるある。そうなんだそうなんだ、そうなんすみたいな言い方しちゃった。スマホカメラだとよほどいい席じゃないとね。確かに両席祈願になっちゃうね。カメラ買っても管理が難しい。そりゃそうだ、管理も難しいし慣れるのも大変そう。波動のために15プロマックスを買ったんですか、やばーすぎ。 iPhone ピポーン。エキシビションエキシビジョンエキシビションマッチの時の撮影タイムさ、あれ気抜けないんですよね。なんかそう、18期の子たちとか後輩ちゃんをずっとみんな撮ってるだろうなって気抜いてると、意外と MC 席にレンズが向いてるっていうのを前々回ぐらいの試合で初めて知って私はぼーっとしてたら、あ、ここの時間も取られるんだって思って学習したから、今日はピースピースってやってた波動の後夜ご飯食べた。波動の後はお弁当を食べて、味噌カツじゃなくてなんだっけ、味噌煮込みじゃなくてなんだっけ、違う、とんかつじゃなくて、とんかつは昨日の夜だ、生姜焼き食べた。全然違かった、肉っていう枠しか合ってなかった。生姜焼き弁当を食べました。生姜焼き弁当、味噌の要素は私が味噌カツが好きだから出てきちゃった。どうでもいい話、味噌が好きなのでね、食べたい、なんか味噌カツ食べたくなってきた。今日は2列目で撮るの難しかったです。逆に完売したら押し増しは使えないのか。使えない、ごめんね。そうなの、完売しちゃったら押し増し来られないや。
ビヨーン。深夜買いに行っちゃうパティン。最近夜いっぱい食べちゃうからダメだ。20万ポイント達成？本当ですか？マジですか？本当ですか？本当ですか？テロップ出てくれるといいなと。6分の間に。全部完売したみたいね。あとは支払いだけだった。ありがとう。みんな私の握手会でお話し会全完売だって。ありがとうございます。いなくなっちゃうからそう、竹さんいなくなっちゃうから。最後に買ってくれたみんなありがとう。でもしかしここで支払いを済ませないと販売じゃなくなっちゃうのでよろしくお願いします。2割しか当たんなかった。本当にそんなにやばすぎ。ありがとうございます。わーい、わあ、そう、完売じゃなくなるし、今回の受付が本当に最終受付、全日程最終受付って感じだったみたいだから、そうなの、もうこれで支払いをしないと、ただ枠が空いちゃって、誰も来られないっていう、一番悲しいパターンになっちゃうので、お願いします。忘れないでください。そう、もう全部、握手もオンラインも全部売れちゃったみたいです。嬉しいです。ありがとうございます。やったそうね。お支払いは確実にお願いします。握手会の直後はかなり売れるイメージ。確かにそうだよね。気づいたことがあって、昨日握手会だったんですよね。そう、びっくりしてる。なんか最近1日の終わりの時間が分かんなくて、っていうのはあと4分で1日の終わりの時間なんですけどなんか1日の途切れる場所が感覚的に分かんない。なんか3日分ぐらい繋がってる今、感覚が。なんか72時間、73時間、74時間目みたいな感じになってて、そう、握手握手波動がなんか一日の出来事みたいな感じ。そうなの、なんか日付の感覚がなくて、それも気づいたら20日だったの。なんか昨日まで私16日だと思ってて、そうそう、びっくりした。なんか寝てるんだけど、なんか日付の感覚的に昨日が16日ぐらいだと思ってたら、なんか今日になったら20日になっててびっくりしちゃったっていうね。でも3日間楽しかった。握手やって握手やって、みんなといっぱい話して顔を合わせて、またねって言ってね、そう、またねって言ったら波動も行くよって言われたりして、そう、ありがとう。オンラインでもとか、そう、12月にまた対面でとか、それぞれみんないろんなタイミングで次会えるとか、劇場でしかとかもいらっしゃったけど、楽しかった。3日間はい、最高でした。ありがとうございます。インスタの方にはなんか夜景の前で写真いっぱい撮ったやつ載せたんで、後で見てみてください。58分になっちゃった。そう、ラストまで残ったんで、罰ゲームやってめっちゃ残ってたんで、居残りしたんで写真撮り放題だったんですよ他の人たちがもう、そう、出なきゃいけないとか時間だってやらなくてよかったんで残業した結果、みんなで写真撮りまくって帰ってきたので、写りいいやつあげといたんで、よかったら見てください。あとでウィーバースの方にもあげます。では壇上読んで終わりにします。13位レインボーさん、ありがとうございます。12位メキシカンサンタさん、ありがとうございます。
11位ヤンさんありがとうございます。10位焼きそばさんありがとうございます。9位スノーさんありがとうございます。8位ソンさんありがとうございます。7位ギョルミョンデツさんありがとうございます。6位小次郎さんありがとうございます。5位野良猫さんありがとうございます。4位ナックさんありがとうございます。そして3位 UT データさんありがとうございます。で2位無償どこさんありがとうございます。そして1位はニックさんでした。ありがとうございました。ありがとう Thank you ありがとうね。ありがとう。なんか今急に壇上読みしてる時にボール拾い行ってる時ボール回収行ってる時にそれこそチーム10年桜さんにジャケあっちって言って取りこぼしボールの場所を教えてもらったあのヤジも飛んできたのを思い出しました。おやすみなさい。マジで面白かったんだけど。疲れ様んさ。疲れ様んさ。おやすみ。おやすみなさい。バイバーイ。じゃあねー。